大河ドラマの放送に合わせて開館した麒麟が来る岐阜大河ドラマ館。その魅力を東海地方を拠点にして活躍するボーイズグループマジックプリンスのメンバー、岐阜市出身の永田香織くんがご紹介します。それでは早速大河ドラマ館に入館したいと思います。おはようございます。おはようございます。本日担当させていただきます長谷川です。よろしくお願いします。じゃあこちらからお願いします。お願いします。こちらに手をかざしていただけますか。はい、お願いします。はい、結構です。ありがとうございます。おあれ、これはあれですか、あの通行手形ということでよろしいですか。はい、怪しい方をチェックしておりますのでっていうのはちょっと冗談ですよね。ですよね。コロナの一環で県をにご協力いただいております。そうですよね。大河ドラマ館では他にも館内出入り口などへのアルコール消毒液の設置や入場者数の制限など新型コロナウイルス感染症拡大防止に万全の体制をとっています。入館者カードの記入もその一つ。いや、さすが大河ドラマ館ですね。もう岐阜城と一緒で守りが固いですね。はい、マスクの着用にもご協力いただいております。そうなんですね。もう完璧ですね。もしお持ちでない場合には受付でご相談ください。麒麟が来る岐阜大河ドラマ館は8つのエリアに分かれており、8月に展示が一部リニューアルされました。今回のリニューアルの目玉が映像が一新されたドラマシアターになります。はい、写真撮影は禁止なのでカメラはダメです。お願いします。そうなんですね。じゃあこちらどうぞ。ドラマシアターでは麒麟が来るの出演者インタビューや名場面集のほか VFX、視覚効果、合成処理のビフォーアフターのメイキング映像など他では見られない制作の舞台裏もご覧いただけます。ここでは撮影で使用した衣装や小道具などが展示してあり、中には実際に撮影で使用したものもあるんですよ。あ、そうなんですね。これは嬉しいですね。はい、また衣装や小道具の写真撮影もリニューアルを機に可能になりました。稲葉山城城下町セットのジオラマは第2話の撮影風景をジオラマ化したものです。斎藤道三公や明智光秀公を探してみてください。こちらには撮影で使用した道さんの広間のセットが再現されています。本木さんが着用したフルセットの甲冑は見物で、これを背景に道さん気分で撮影することができます。いや、いいなあ。苦しゅうないの。各所には等身大パネルも設置されているので、憧れのスターとのツーショット写真も撮り放題です。このエリアには道さんや信長の時代に関わりのある歴史博物館収蔵品が多数展示してあります。中でも足を止める方が多いのが、この信長が家康をもてなす際に光秀に用意をさせた信長の供応膳になります。カニ、ウナギ、アワビ、タイと、お肉はこれ鳥なんですね。現在の目で見ても3階の珍味が満載の豪華な料理ですね。中にはアユ料理やミノガキといった岐阜の特産もあり、光秀が生まれ故郷を持って取り入れたのかもしれません。この供応膳のことで信長に贈られたのが、光秀が謀反を起こすきっかけになったと言われているんですよね。はい、そうです。いや、本当にこの大河ドラマ感をずっと見てられますね。ありがとうございます。あれ、しばし岐阜市長じゃありませんか。今日は永田くんがドラマ館に来てくれるということで、はい、会いに来ました。いや、本当ですか。はい、わざわざありがとうございます。あの展示見てくれたそうですけど、はい、どうでしたか。いや、本当にすごい見どころ満載でした。ありがとうございます。楽しかったです。まあ、大河ドラマも、はい、いよいよ8月30日から放送が再開されますので、はい、あのこのドラマ館もあのしっかりとこう新型コロナウイルス感染症に対する対策をやってますので、はい、安心して見ていただきますし、そうですね、展示も放送が進むにつれてどんどんリニューアルしていくので、ね、まあ、永田くんみたいに何度も何度もドラマ館に来ていただきたいなと思います。そうですね。このドラマ館がある場所は、はい、岐阜公園金華山の岐阜城ということで、まさに岐阜の歴史の魅力が存分に詰まっている場所ですので、ここに来てですね、戦国武将ゆかりの岐阜を満喫していただけると思います。はい、そしてドラマ館にお越しの中学生前の皆さんには、はい、このバッジをプレゼントします。おお、かっこいいですね。ぜひこれをゲットしに来てきてください。いいですね。
麒麟が来る岐阜大河ドラマ館がある岐阜公園金華山一帯には稲葉山城ゾーンと呼ばれる明智光秀、斎藤道三、織田信長にちなんだ3つのエリアが開設されており、光秀エリアには大河ドラマ館のほかに土産もんどころ、うまいもんどころがあります。うまいもんどころでは高山ラーメンや道三マムシカレー、戦国混ぜそば、岐阜県産の初霜粉を使ったたこ焼きなど岐阜グルメを存分に味わうことができます。うまっ。岐阜の特産品や武将にちなんだお土産が並ぶのが土産もんどころ。このマスクはハンドメイドの人気商品で、もう入荷するとたちまち売り切れてしまうそうなんですよ。僕がおすすめしたいのはこのカボンアイス。くずを使ったひんやり冷たい和菓子のアイスで、3つの味それぞれに明智、斎藤、織田の家紋があしらわれています。食べたい方は岐阜にカモン。加藤映像統一記念美術館と岐阜金華山ロープウェイのあたりが道三エリア。三陸駅には道三役の本木雅弘さんのリアルフィギュアや道三の遺言状のレプリカが展示されています。そして麓から山頂を4分で結ぶロープウェイからは岐阜市の街並みを一望に。岐阜城周辺は信長エリアとなります。岐阜城資料館には信長公の等身大フィギュアやトリック撮影ができるボードなど映える展示が満載。天守閣では織田信長が進めた町づくり、城づくりに関する展示が行われており、最上階からは長良川を眺望することができます。海観覧船乗れば見えますよ。麒麟が来る岐阜大河ドラマ館は鵜飼が行われる長良川のすぐ近く。ぜひ古い町並みが残されている河原町も一緒に散策してみてください。ドラマ館入場引換券にバスや電車の乗車券などがセットになった前売り切符が便利です。